リトル・ジョーはアメリカ合衆国の固体燃料ロケットである。マーキュリー計画における宇宙船の緊急脱出用ロケットと耐熱保護版の試験のため、1959年から1960年にかけ、バージニア州、ワロップスジまで8回にわたって行われた飛行で使用された。有人宇宙飛行を目的に単独で開発された初のロケットであると同時に、 複数の個体燃料ロケットを束ねるという原理で設計され実際に飛行した先駆的な機体でもあった。リトルジョーの名称はバージニア州ハンプトンにあるラングレイ研究所のマキシム・ファゲットが付けたもので4枚の大きな尾翼がクラップスというゲームのハードフォーという用語の続称を思い起こさせたことによるものだった。 後継機のリトル上2は1963年から1966年までアポロ計画で脱出ロケットを試験するために使用された。バージニア州ハンプトンのエアパワーパークに宇宙船の模型とともに展示されている。実際には使用されなかったリトル上ロケット NASA がマーキュリー計画の有人飛行計画で使用されるロケットを検討していた時、アトラスロケットは一気につき、 約250万ドル、レッドストーンでさえ約100万ドルかかることが明らかになった。計画の責任者らは初期の多くの試験飛行ははるかに安い打ち上げシステムで行われなければならないと認識した。NASA が設計したリトルジョーは結果的に一気にかかるコストは約20万ドルだった。1958年1月、マキシム・ファゲットとポール・パーサーは4機の サージェント固体燃料ロケットをどのようにして束ねるかということについて非常に詳細な設計図を描き上げていた。これはバージニア州ワロップス飛行施設で有人宇宙船を清掃圏上層に打ち上げるために標準使用されるものであった。ファゲットの航空飛行の提案は当時のアダム計画と比較され短命に終わったが1958年8月、 ウィリアム・ブランドとロナルド・コロンキウィッチは、彼らの初期の設計に立ち返り、安価な固体燃料ロケットを束ね、実物大で全微重量の宇宙船を大気圏の上に打ち上げることを検討した。また宇宙船の実物大模型の落下試験が重ねられ、自由落下時における形状の度安定性についての新たな空気力学的データが提供されたため、加速上昇時における比較データを得る必要性が、 急速にました。そのため1958年10月、NASA のチームはロケットの構造と適切な発射機の機械的設計のための新たな技術的レイアウトと概算を準備した。この4機のロケットを束ねるということが企画から青写真の段階に移り始めたとき、設計者らがこの計画につけたあだ名も徐々に浸透していった。 最初に作られた断面図には4つの穴が描かれていたため、設計者らはクラップスでサイコロの2の目が2つ出た時のリトル状という名称を当てはめた。後にクルートロケットを補助ロケットに追加するためさらに4つの穴が開けられたが、最初に付けられたあだ名がそのまま残った。また、設計図で描かれた機体から突出する四枚の大きな空力、安定版の存在も、 すでにつけられたリトル城の名前を浸透させることになった。有人宇宙船の開発には数々の問題が伴った。特に発射時、または上昇中に爆発した機体から脱出する方法を確立するためには多くの試験が必要だった。そのためこの比較的小型でシンプルなロケットに与えられた使用命題はコストを抑えることだった。 また大気圏再突入時における宇宙船の空気力学的特性ももう一つの大きな問題であり、この種の経験をなるべく早く積むため、設計者らは構想に基づき機体をシンプルに保たなければならなかった。そのためロケットには固体燃料を採用し、性能が保証された既存の機器類を可能な限り使用して、複雑な電子誘導装置や操縦システムを 搭載することは避けた。設計者らは、リトル・ジョーを陸軍のレッドストーンロケットが宇宙船を搭載させた、時に発揮すると思われる性能に禁じさせるように作った。一方で様々な飛行を行うために十分に応用が効くように設計されたのに加え、レッドストーンの基本コストの5分の1で作成ことができ、運用コストもはるかに安くなり、時間や労力も 大幅に少なく開発し調達することができた。また大型の発射機と違い、ワロップス島の既存の施設から打ち上げることができた。機体製造の入札は1958年11月に行われ、12社が応募した。技術査定は、ラングレイ研究所自体が行った管理負荷の大半以外は宇宙船に関するものとほぼ同じ方法で行われた。 受注は1958年12月29日にノースアメリカンのミサイル局が獲得しカリフォルニア州ダウニーにおいて注文された7機の機体と1機の移動発射台の製造に直ちに取り掛かった。リトルジョーの飛行の第一の目的は1958年の終わりに見られたように動圧が最大になる時点での宇宙船の脱出システムを試験し パラシュート及び探索と回収の手段を検証することであった。だが計画に関わっていた各専門家のグループは、確固とした実証的なデータをできる限り早く収集することを模索していたため、より正確な優先順位が確立されなければならなかった。第1回の飛行では、飛行中及び着水時に宇宙船にかかる衝撃力の測定を確保し、 後の飛行では 6km、75km、150km と徐々に高くなる高度での臨界定数を測定した。各リトル上発射の最小限の目的は、測定が最小限の遠隔測定法で達成されれば、騒音レベル、熱や圧力の負荷、耐熱保護板の分離、動物を登場させての実験などの研究で随時、保管され得た。リトル上で打ち上げられる、 宇宙船の全ては回収されるはずであったので、機体搭載型の記録技術もまたシステムの簡素化に貢献することになっていた。リトル・ジョーは、有人宇宙船の試験という単一の目的のために、特別に設計された2つしかないロケットのうちの最初のものであり、また、複数のロケットを束ねるという原理を用いた実用型発射機の開拓者的な存在でもあった。 4機の改良型サージェントロケットと4機の補助ロケットは様々な順序で点火されるように設定されていたため発射時水力は進行手順によって大きく変わったが最大設定水力はほぼ23万ポンドに達したこれは理論的には約4000ポンドの宇宙船を 160km 以上の高度の弾道軌道に運ぶのに十分なものだったが これらの束ねられた4機のメインエンジンの推力は、友人のアトラスロケットが経験するであろう、環境の発射時の経緯を模倣するべきであった。さらに発射時における、考えられる限りの最も過酷な状況において、脱出ロケットの爆発的な牽引力がもたらすであろう、状況をも再現されなければならなかった。リトルジョーを完成させるべく検討していた技術者らは、 それは注目する必要がないものであることは知っていたが、彼らは自分たちの不格好なロケットが、ほとんどの弾道宇宙船の設計概念の正当性を証明し、その結果 A を得ることを望んだ。後継機のリトル上通は、後にアポロ宇宙船の脱出ロケットの試験飛行に使用されることになった。1960年1月21日の時点で、 実行されたものと計画段階に終わったものを含めて5回の飛行が行われ、ノースアメリカンが NASA のために作成した6機の試験機のうちの4機とラングレーの工場で作成された5機の宇宙船の原型機が使用された。これらの固体燃料型ロケットの試験の主目標は、ラングレーとワロップスの支援を受けたスペースタスクグループによって NASA 内部で運営される開発飛行計画において、 なくてはならないものだった。今は飛行品質試験のために2機のリトル状だけが残っている。ノースアメリカンは7機のリトル状の機体を作成したが、それらのうちの1機は聖火獣試験のためカリフォルニア州ダウニーの工場に残された。スペースタスクグループは飛行品質試験の計画で3機のリトル状を持つためにこの7番目の機体の改良を命じた。 1960年1月のリトル上1バイト号の成功はリトル上5号として知られる次の6回目の飛行がマクドネルの生産ラインで作られた実物のマーキュリー宇宙船の初飛行となるであろうことを意味していた。アザブモの大模型を使用しての開発試験飛行から実物のマクドネルの宇宙船を使用しての実証試験に移るに従いスペースタスクグループは研究という段階から はるかに先に進み、開発と実行に向けて進んでいった。マーキュリー計画の公式番号は、発射ロケットの機種に合わせた二つのアルファベットと、それに続くダッシュと飛行目的の特定のセットを示す、数字、さらに、それらの目的を達成するための追加の飛行と、区別するために使われた任意の文字によって、指定されている。したがって、リトルジョーの初飛行の公式指定番号は、 LJ-1 である。計画が進行するに従って、追加の飛行が加えられたりしたため、発射は必ずしも番号通りには行われなかった。実際の順番は以下の写真の通りである。ありがとうございます。